はい、分岐を過ぎて、十勝岳の分岐ですね、白銀荘との分岐を過ぎて、50メートルぐらいでしょうかね、上にちょっと登りますと、もうすでに圧雪になっています。ここから先は、夏の防具では、防寒具ではちょっと厳しいかと思います。ここから完全に冬の防寒具の準備と、あと滑り止めですね、アイゼンなど、軽アイゼンと言ったらいいんでしょうかね、スパイク付きのやつがあるとここら辺は登りやすいのかなと思います。ここの坂レベルになると下りは完全に、夏靴だと足が滑る感じなので、ストックを使いながら降りるみたいな、そういうことをしないと厳しいと思います。あと登りもできるだけ、足の裏面を全部ベタッとつける形で歩く、かかとで歩いたりつま先で歩いたりすると転倒とか、あと足首をひねったりする原因になるかなというふうに感じます。特に雪が積もっていて、いわば浮き石が見えない状態になっているので、結構危険な方向になるんじゃないかというふうに感じますね、はい、なのでゆっくり、これからは歩いて浮き石を踏んでも、大きなダメージを食らわないようにゆっくり足を抜いて、登っていくっていうのが、こんな感じで、歩いていくのがいいのかなというふうに思いますね、はい、これはもう早めに下段しなければ、ちょっと降りるのが大変になるんじゃないかと思います。以上です。